新年、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。2021年噛みましたね。初日から2021年始まりました。始まりました。皆さんお年玉をください。これが欲しいよお前。さあ皆さん、本当に去年はね、いろいろ皆さんの登録者数と、いろんなコメントや優しいコメント、はい、だいぶ励みになりました。ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当に感謝します。皆さんがいてからがここまで来れたかなって感じですね。そうですね。なんだかんだ、うん、僕らにとっては4年の節目だし、節目か、うん、4年って。今日はね、何、コロナも激しいことだし、はい、まあ、年末初めて餅を焼こうと何種類か買ってきたんですよ。味比べしつつ、まあ、去年の思い出とか、そう、今年の抱負とか語れたらいいなと、語れながらいいななんて思って今日はちょっとやらさせていただきました。まあそれもあるんだけど、車もね、車検だから動かしたくないなと思ってるだけですもん。ありますね。ああ、うん。てやわけで、まあどうですか去年は、むい君としては。どう、楽しいは楽しいよ、やってて。やっぱりその続けてて、そう、あのかっちゃんには何度も言うてるけど、多分動画では一回も言ったことないやつあれ。俺はこの YouTube やるまで愛知県から出たことないからほとんど。まあまあな、まあな。だからそういうなんか、なんていうの、心霊スポットも本当になんていうの、ああこんな見どころあるんだっていう、そのね、俺も心霊スポットって行ったことないからさ。うん、こうやってムイ君と知り合って行くようになってさ、ほぼ 90% 心霊一本で来とるやん今。そうですな。それってどうなんやろって思って、いつもなんやもんだ俺。いや心霊ってさ、結局見えない人には嘘言ってんじゃねえかなとかってすげえ思うわけじゃん。だろう、今特にそれ多いから、霊感商法って。いや、そう、まあ本当に心霊一本で行くならとことん行きたいんだけどな。いや2020年はね、だいぶ心霊で、うん、滋賀県行ったり、そうやな、足伸ばしたな。福井もね、チラチラ行ったりして取り憑かれたりしてきたな。取り憑かれたは LINE が一番恐怖だからね。あれ LINE 公開していい？ LINE なかった？え、1日に送ってきたあれ、なんか送ったっけ俺。で、俺いつも思うのが、なんでここが心霊スポットになったんだろうとかっていうのも思うわけよ。ああ、今までいろんな場所を行ってきたりして。そう。え、なんでここっていうのは、例えば例えば、旧本坂トンネルにしろ。ああ、ね。なぜここが、心霊スポットになったんだろうとかさ、常々思う時があるんですよ、俺。まあ、お墓とかならともかく、言うてただのトンネルだからね。そう。だからさ、俺本当にいつも思うんだ。心霊確かにさ、怖いのを先行させてあげた方がいいのか。常々、ね、そういうふうには常々思ってるわよ。思ってるんでしょ、これでも。もっと編集コテコテな怖いのがいい？どうなんでしょうね。いや、結局さ、そのコテコテの怖いのにした方がいいって、うん、あなたが言うんだったら、そのね、なんていうの、視聴者以前に俺らがやっぱ楽しめなきゃ、動画としてね、あれだから。でも怖いのって見たくないもんな俺。だけど変な話、ぶっちゃけめちゃくちゃ怖い映像ばっかなんだぞ。うん、じいちゃんはんのやつって。そうね、そう、みんなね、普通に思っとるかもしれないんですけどね、意外とめちゃくちゃ映ってんですよあれ。黙って僕コメントも返さずにいますけど。そうね、コメント返してるの無理だからね。そう、全部無意君に任せてんですよ。それはなぜかというと、皆さんすいませんね、僕一つの説明に対して100文字以内で答えられなくなっちゃうんですよ。うん、だからあえて僕はコメントに口を出さないにはしてるんですよ。
で、コメン、視聴者さんが、ここに何かがいるよって言って、ああ、分かってくれしゃ分かってくれるんだっていうのもあれば、うん、ちょっとずれてるなーなんて思いながら、してるのもあるんですよ。今回こ、あれはね、もう、本当は、心霊スポット行きたかったんですけど、うん、やっぱ、なあ、コロナもひどいし、そう。県外行くなとも言われるし、そう、県外住んで県外ナンバー見られるとな、意外と変な風に思われるでな。まあ行きたいですけどね。まあどっか行きたいな。でもまだまだ、なんていうの、かっちゃんに見てもらいたい心霊スポットいっぱいあるから、歴史絡みで。歴史はやめようぜ。やっぱ受けばいいよ。は、視聴者の受けばいいよ。だって視聴者さんって結局さ、嘘だろうと思われるのが嫌なんて、あれ、俺は見えたことをポコ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 バカみたいに話すだけやでさ。いや、だから次の場所は要は歴史ありで、うん、いわゆる合戦が起きた場所ではないのですよ。あ、そうなの？次目指してる行きたい場所はね、うん、だからなんで俺がわざわざ見に行きたいって言ったのか、うん、あなたに霊感で当ててもらおうと。それ言ったらもうあれでしょ、歴史を知らないあなたがそこまで言えたら。歴史知らんぞ。何を当てるやん、そう言って。あらあらあら。あの、何を当てりゃいい？要はどんな人がいるだとか、そういうなんか。俺名前知らんもん。まあそこは名前知らなくても大丈夫だと思う。俺悪いけど、あの歴史上の人物って今回。一人も言えないな、もうまだ。いや違う、関ヶ原の徳川家康と、うん、三成と、うん、島津と、うん、誰やった？動画撮ってんのにこれですよ。動画撮ってんのに。なんか面白かったぞ、あの動画のやつ。誰だった？本田忠介。惜しい。違った？本田忠勝ですよ。あ、忠勝だ、忠勝。本当だったね、こういうのも本当心霊スポットで焼くのが美味しいんだろうかもしれないんだけどね。心霊スポット最近行ってて思うのが、うん、ラーメン食べたい。違う。あの、だいたいまあ3年4年ぐらいやってるわけじゃないですか。やってるね。1年目2年目っていうか、その年を増すごとに動物のエンカウント率が上がってるんですよ、なんか俺の中で。獣多いよな。違う、あので、そのちっちゃいね、リスとかそういうなんかタヌキぐらいだったら全然 OK なのよ。鹿出てきて、あなたがもうダメじゃん。もう絶対無理。俺岐阜県でクマにもあったし、イノシシにもあったじゃない。あった、もう絶対嫌だ。あれを見ると、山の中でキャンプってむちゃくちゃ勇気いることじゃねえって思うの。キャンプ場でもない限り。キャンプ場ではワンチャンあるじゃん、そんな野生動物のエンカウントなんて。ほんで今一人キャンプって流行ってんじゃん、うん、あの人たちもし遭遇したらどうするんだろう。え、それは安全な場所でもっとキャンプしてくださいという言うしかないけど。そう、今年は本当にでも頻繁に行きたいななんて思ってるんだけどな、遠くまでは。そう、遠く、あの視聴者の人たちにも、ね、視聴者の方々にも言いたいんだけど、そうそう、どこどこ来てくださいとかそういうコメントは本当に助けになる。あの、うん、この人調べないから。俺いつもあの霊感すごい場所があるとかなんかその言うじゃないですか。全部俺調べたからね、霊感ない俺の。霊感ない俺がその自分なりのね研究法で、あ、ここやばいなって、ここ霊感もっとなんか強みにした方がいいなっていうのを予測立てて、この人に説明するのにこの人はナメプして、あれ。違うよあれ。霊感場所、霊心霊スポットは、これいいな、心霊スポットの、うん、ここがいいよ、あそこがいいよってみんな言うじゃん、うん、なあ、だけど皆さんも分かるように、霊感ある人ってどこもが心霊スポットだと思っとるわけよ。
そうね、極端なし自分の家だって霊がいないとは限らんわけですね。そう、僕ん家だってもう毎回毎回ほとんどラップ音いっぺん聞こえる家なんですよ。かっちゃんの娘さんが困ってるレベルで、そうそう、深夜勉強しとると怖えっていうもん。もうそんな場所なんよ。うん、だからどこがどうって言われても困るから、素人、まあ変な話、霊感のないムイ君が調べたとこ行けばいいんじゃないかなって思ってるわけ。うん、でここはやばいよって言ってるのに、あなたノーガードで行くからさ、おい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 って。ノーガードっていうわけでもないよ。あ、ここや一回なんていうのかな、霊の波動ってあるんだよね、うん、霊が出してるその波動を合わせてムイ君をどのぐらいの力で守ればいいかなっていう感覚で行くわけじゃん、うん、強いと自分も緊張しながら歩いて。食べていいよこれ。よし、いや、アートークしてるから。